きのこ、あっつあっつあっつだ、マジで。動くちゃん、動くちゃんっていう人が亡くなったっつって、なんか YouTuber のゲーム実況者、俺一瞬うんこちゃんかと思って、あの息止まりそうだった俺一瞬、ニュース見た時にうとちゃんがついてるからさ、もう必然的にさ、俺の中でうこって出てきちゃうわけよ。うとちゃんってひらがなでうとちゃんって入ってたら、あと2個、2文字入れなさいって言ったらさ、うんこになっちゃうじゃん俺からすると。動くちゃんって人俺知らないから、全く知らない人だから、え、間違えるんだよ。動くちゃんを知ってたら、それ、あ、動くちゃんかってなるかもしれない。俺、1ミリも知らないから、ひらがなのうと、まるまるってあって、ちゃんってあったら、もううんこになっちゃうんだよ、俺は。うん。そう。だからなんか女性 YouTuber のゲーム実況者の動くちゃんって方が、去年の年末亡くなったんだよ。12月31日かな。そう。で、それは今日なんかニュースになってて。そう。なんかでも、ライブドアニュースとかいろんなところでニュースになってたから、結構有名な方なのかなと思って。俺ちょっと YouTuber あんま知らないから、うん、タイムラインとかすごい流れてたから、と思って、その手の界隈ではめちゃくちゃ有名な人なんだなと思って。でも12月31日でしょ、30か31だよね。あ、死にたいってよく言ってたんだ。日付も日付だしね。YouTube のコミュニティにパパママありがとう大好きってコメント1週間前に残してた。あ、じゃあ昨年度末って感じだね。そうか、まあ入院してた。ああ、じゃあ何、こう精神的に不安定な子だったんだ。まあね、ネットには多いよ、ネット配信者は。そう、むしろ精神が安定してないからこういう仕事やれるってのもあるしね。そう、アンチコメント書かれても脳内でプラスにポジティブに消化してみたり、全然聞かなかったりとか、そういうなんかちょっとこうずれた人じゃないとネットじゃ生き残れないから、そう、我々配信者ってのは、まあ悪い言い方すると普通じゃない、うん、いい言い方すると俺たちにしかできない仕事、一般の人には無理だと。うん、だからまあそれがちょっとマイナス方向に大きく動いちゃったんだろうね。もったいない、まあもったいないっつうか、まあその人の命やから好きにしちゃええやろけど、もったいないね。うん、なんか支えてあげる人とか話聞いてあげる人とかもうちょっとおったら違ったのかもしれないけど、そんだけなろうと思ったって YouTube ゲームやって50万人以上のチャンネルって狙っても無理だからね。そう、天性のやっぱりそのネットの中でも才能と、あとタイミングと、まあ、そういうのがないと無理なんで、ネットってね。だからそういう意味では財産としてもったいないなと思う。うん、なんかもうちょっと違う方法はなかったやろうかという。だけどどんなにいい仲間がいても、どんなに話聞く人がいても、結局命は本人のものなんで、本人がそうって決めちゃったらもうどうにもならないけどね。ゲーム実況者が動画上げてたけど亡くなる前に病んでたって LINE 一緒に飲んでたらしいし、まあでも本当かどうかわからないけど、一説によると自殺っていうのはその時の迷いでする人が多いみたいだけどね。迷いっていうか突発的なもの、なんか1秒前までは死ぬ気はなかったけど1秒後に死んじゃったっていう、うん、が多いって聞くけどね。まあ、中にはもう本当に何月何日に死ぬんだって計画的に亡くなる人もいるけど、結構の人たちは本当もうその時の瞬間的なこう気持ちで行く人が多いみたいだけどね。うん、だから多分どうだろう、その子ももしかしたら死にたい死にたいと思ってたけど、まあ、その時そう思って、でもまあ行動には起こしなかった。だけどその12月の時は、うん、動いちゃったんだろうね。動くちゃん配信で死に向かって準備してるって言ってた。でも謎なのが、そんだけ死にたがりの子なのにすごい需要があったんだなっていう、見てる子も病んでる子が多かったんかな。うん、そんな死にたい死にたいって言われたら俺だったら見ないけどね。なんか、うん、
ファンが多かったよね。カワセミカワラって何？わかんない。カワセミ？カワボで喋りが面白かった。なんか音楽やってる人も配信やってる人もそうだけど、ちょっと闇系の女の子人気よね。ね。多いよね、なんかそういう子。ちょっと前だとあの、より人が絡んでた女の子とかさ、深瀬かなんか名前の女の子とかもそうやし。なんか多いよね、なんか音楽やる子、YouTuber やる子で、病んでる子。で、しかも人気よね。うん、で俺ね、元はね、普通の子だと思うよ。ビジネスメンヘラやってたんだよ、多分。だけど、演じてるうちに本気になっちゃったんだろうな。売れたくて、最初多分、陰キャを装ったりとか、ビジネスメンヘラやってたら、なんかだんだんもう、入り込んじゃったんじゃないかなと思う。あるよ。だって芸能人もさ、タミヤ二郎っていうあの白い巨頭の、昔の主人公やってた人いるんだよ。みんなが知ってんのはさ、最近の白い巨頭の方かもしんないけど、ね、白い巨頭で役やってて、そう、演じすぎちゃって亡くなっちゃったんだよ、自殺しちゃった、うん、役に入り込みすぎて、うん、芸能人でもよくあるんだよそういうの、役者女優さんとか、うん、入り込みすぎちゃってさ。唐沢寿明が新しい方だね。そう、唐沢寿明の名前出てこなかった。そう唐沢寿明。だから配信者とかもヘズマリュウみたいにさ、ヘズマリュウもさ、あいつさ絶対普通のやつやん。みんなも知ってると思うけど、ツイキャスの中でもヘズマリュウって普通のやつやん。だけど売れたくてさ、キチガイ演じたりさ、キャラを作って装ってる間にさ、だんだんそのキャラに陶酔しきっちゃってさ、自分自身だと思い込んじゃうみたいな、で行き過ぎた結果捕まったりああなっちゃったじゃん、うん、いやマジビジネスキッチとかビジネスメンヘラ多いんだよネット界って。そう、元はね、そうだからね、気ぃつけんとね、ビジネス部だ。いや、だったらもうちょっと評価してよ。ビジネス豚ってことはさ、配信のネタで太ってるってことでしょ。配信のネタで太って、配信のネタで糖尿病になってるってこと、命削りながら。もうちょっと評価してもよくない？もしそうだったら。俺すげえじゃん、そしたら俺。命かけで配信してるってことでしょ。いや、ビジネスじゃねえよ。小学校6年生から太ってるわ。悪口コメ聞くよ。聞く。アンチコメでしょ、聞くよ。なんかね、聞かない人はね、コメントをね、ただの文字だと思っててね、人だと思ってないらしいんだよ。だから何言われても聞かないんだって。それか、ものすごく自分に自信があるから、悪口言われても何にも聞かないって人もいる。そう、ザレ言にしか聞こえないってことよ、リスナーが言ってたりすることがね。だけど俺は自分に自信がないし、コメントを文字っていうよりか俺人で見ちゃうから、やっぱり俺はね、見てる人全員にね、楽しんでもらいたいしね、見てる人全員に好かれたいって気持ちがあるからね、自分を嫌いだと思う人間にも好きになってほしいからね、その説得っていう意味も込めて録音しちゃうんだよ。そう、なんでお前は分かってくれないのっていう気持ちで言っちゃうんだよ。そう、そうだから聞くんだよね、うん、無視できればいいんだけどね。いや、かっこよくないと思うよ、多分。弱いんだよね、自分が。そう。でも、それも分かってるからね。まあ、しょうがねえなと思って。性格だし。しょうがないよ。高校3年生の時はね、身長もこれぐらいあったよ。高1の時ね、あんま身長なかったんで、170ぐらいで。そう、なんか3年間の間にね、なんかね、伸びた。ピュピュッと。だから、当時出会い系やってたんだけど、全力プロフとか。ミクシーとかで、うん、身長183センチとなんか18歳とか書いとけば大体モテたんだよね。
だけど顔写真交換すると途端に連絡が来なくなるっていう。女の子もあのプラスに妄想するんだよ。え、たっぱ183センチ18歳、やばみたいな。でしかも顔写真とか撮らないんだよ。当時ネットって怖いとこだから、2チャンネルもそうだけど、首から下撮るんだけど、俺ここ私立だったからブレザーだったんだよ。だから首元のネクタイちょっと緩めて首と上半身撮っときゃちょっとかっこよく見えんだよね。当時も体重183で78キロぐらいだったから、超デブではないからね、まあ、ちょっとガタイぐらいの感じよ。そうだから結構モテたんだよね、ネットでは。うん、そう。でしかも今より声とかガサガサじゃないし、まあ今でいうイケボ系じゃないけど、ふわふわして喋ってたから、通話しても別に嫌われなかったし、うん、そうそう。だからわりかし出会い系は成功してたんだよ。まあよく放送で言ってるけどね、うん、そう。だからニコ生始めた最初はサムネイルがなんかガクトのパチモンみたいなカッコつけのイケメンのサムネイルに、そうイケボ系配信者だった。そうで、当時ニコ生はなんか2000人とかで満員で、ミラー立ち上げないと他の人見れないから、ミラー職人とかいたんだけど、みんな女の子だったもん当時。そう、可愛い女の子とかやってくれたんだよ。俺顔出しやってなかったから最初、みんな俺のことイケメンだと思った。今こんなんだそう、ほんで顔出ししたら、そう皆さんご存知2チャンネルに荒らされて女の子みんないなくなっちゃって、その時の男女比率が男 91% 女 9% だった。最初あの50-50だったんだよ。男50女50だったのに、顔出ししたら女の子全員そう爆風で吹っ飛んだようにいなくなっちゃって、男 90% ぐらいだったもんね。でそれでもうそこから嵐に変わって、イケボ系配信者から嵐配信者に転向して、そう目につく配信者全員ぶっ潰してた。そう赤い悪魔としてね、まあそれがまあ四眼って呼ばれる由来ですけど。